モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。イベントやりましたキャンプ場パラディッソ大分、はい、実はですねあのレストランが入ってましてアジュルルナっていうレストランなんですね。美味しいランチコースいただけるんですが、その最後締めに出てくるのがこのくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりでね、好評なんでね、あの自宅でも手軽に楽しんでもらおうっていうことで6食セットが出ました。それをプレゼントしています。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そして何といっても聞けるおもろい家族本 CD 付きすごろく、やっとやっと音訳図書館のサピエ図書館に並びました。ありがとうございます。聞けるおもろい家族本 CD 付きすごろく、はい、まあ、5時間にわたる、あの作品になっているのでダウンロードも一苦労っていうことでしょうけれども、はい、通常音訳図書というのは感情を込めずに紹介するんですが、この聞けるおもろい家族本 CD 付きに関しては私がいつものようにおもろい家族をちゃんと紹介しているので、どうぞお楽しみください。さあそれではね、今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう。まずはね、これから行きましょうか。こんな人たちもいるんだなという、お名前は伏せておきましょうかね、うん、男性の方、中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。我が家は中学校1年生女子、小学校5年生女子、妻女子、私男子、女子大きい4人家族です。女子が多いんで、福岡市博多区に住んでいながらソフトバンクホークスの野球観戦に一度も行ったことがないんです。あ、そうですか。まあただね、女子が多くてもね、あの応援に行くっていう家はたくさんありますけれどもね、うんうん、いつかは一度野球観戦に連れて行かなきゃなと思ってました。そんなある日の夜、中学校1年生の長女がテレビを見ながら突然、この人でっか、巨人やん見ると読売ジャイアンツの身長2メートルの、秋広優斗選手がテレビに映ってました。ほんとでかいね、巨人やね。巨人っていうのも変ですけれどもしかもこの人のチーム名も巨人なんよ。へー問題です。野球のチームは巨人の他に何というチームがあるでしょう。野球チームの名前を知らないだろうと思ってクイズを出したんです。そしたら全然出てこない。だからヒントを出しました。例えばソフトバンクだったらどこもいや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 、これは重傷だな。野球観戦に連れてってない自分を反省いたしました。数分後、長女は自分の部屋から出てくるやいなや、日中ドラゴンズ日中どうすれば日中っていう風に読むんだよ。中日ドラゴンズやろ。そこに小学校5年生の女子が登場。長女と同じ問題を出したんです。ヒント、例えばソフトバンク、でもドコモや au ではありません。じゃあヨドバシあいやヨドバシ。追い打ちをかけた妻も、携帯電話会社のチーム名って他にないよね、楽天ゴールデンイーグルスがあります。あ、そっか結局正しい野球チームの名前は一つも出てきませんでした。今年こそはペーペードームに必ず野球観戦に連れて行って、チーム名ぐらいは覚えさせたいと思います、というねメッセージいただきました。まあね、あの実際に観戦に行ったらね、はい、やっぱその野球が分からなくても、うん、そのなんていうか応援することの楽しさですね。雰囲気はいいですもんね。そうそうそう、うん、まあそれからね、スタジアムグルメもあるからね。そう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 、うん、なんかこうそういうところで楽しめるんじゃないかなというふうには思いますけれども、はい、ねえ、まあ重症です推しとかが見つかればねいいんでしょうけどね。ああ
そっかそっか、女子はね、はい、そういうこう選手がかっこいいとかそういう風なことでね、うんうん、またわーっと盛り上がったりっていうね、一気にね好きになるかも。まあそれからあのボールがさ、ギータのホームランとか多分目の前で見たらさ、それはそれはもうあんなとこまで飛ばすのっていう、そういうことになるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。さあそれからね、こちらは、40代の男性カズマさんですね。中地あっちゃんこんにちは。こんにちは。末っ子5歳息子の話です。末っ子の息子は今の時代に逆行し、虫取りや戦いごっこが大好き。そんなやんちゃな性格から思ったことはすぐ口に出すタイプ。以前息子と公園に行った時のことです。滑り台の前で、ママもっと滑りたいもっと滑りたいと泣いてる女の子がいたんです。その子の母親は困った顔で、もう帰るよもう帰るよと諭してました。すると息子が滑り台に近づいていって、一回ぐらい滑らせてやりよと。いいですね。私はもうびっくりして慌てて駆けつけて、そのお母さんにひたすら謝って帰宅しました。そんな何でも口にする息子が先日もやってくれたんです。息子のお兄ちゃんで小学校5年生の長男、野球大会決勝戦のこと、普段は1回戦2回戦で敗退するんですが、先日の大会は勝ち上がって決勝進出。すごいじゃないですか。決勝戦の相手は初めて対戦するチームで、決勝まで勝ち上がってくるだけにみんな体が大きい。一方うちの少年野球チームは大体の体の大きさ、決勝戦でみんな緊張しっぱなし。監督の指示も上の空の選手たち、エンジンを組んでる選手たちに末子がトコトコトコっとまた走って近寄っていったんです。何するのかなと思ったら、エンジンを組んでる選手たちに向かって、今日だけは憧れるのやめましょう。よく知ってるね。もう何回も何回もテレビで放送されてたから。初兵。今日だけは憧れるのやめましょう。大きな声で言うと、相手チームやうちの監督、コーチ、父兄、選手たちは苦笑い。私は赤面し、息子を抱きかかえて退散。結果的に大谷選手を真似をした末っ子の鼓舞で選手たちの緊張はほぐれたんですが、8対0のコールド負けで終わりました。そうでしたか。まあね、その緊張はほぐれてね、実力は出せてもそうなんですよね。元来の力の差があったっていうことなんでしょうけれどもね。すごい面白いね。本当。今日だけは憧れるのやめましょう。すごいですね。頭がいいな。さあそれからね、こちら女性の方ですね。中地あっちゃんこんにちは。こんにちは。我が家の年中さんの娘の言ったことが面白くってメッセージしました。お兄ちゃんの歯医者さんについていた時の話です。歯医者さんに興味津々の娘、今回はお兄ちゃんの虫歯の治療なんですが、私も診察室に入りたいという娘。優しい院長先生が、ああじゃあ隣で見てもいいよと椅子を用意してくれました。そして私と娘も治療室の中に入りました。先生が息子に、痛かったら手を挙げてねと言ってから治療がスタート。私と5歳の娘はその治療の様子をずっと見てました。で家に帰ってきて、娘は早速私に、私が歯医者さんね、ママは口を開けて寝てください、ああバイキンがいっぱいいますね、もし痛かったら心の中で言ってください。手を挙げるんじゃなくて、めっちゃ笑えた歯医者さんごっこでした。可愛すぎる。なんかこううろ覚えっていうかね。ねえ、ほんとほんと。以上おもろい家族パート2でした。